はい、お気にアプローチマン B 名の皆さん、アプローチマンことアピーです。あなたはね、どんな風に文字盤設定したらクールになるんだろうなとか、どんなコンプリケーション、まあ、アプリですよね、セットしてるんだろうなとか、そしてね、そしてそれが分かったとしてもね、いちいち設定めんどくさいなっていうね、ちょっとこれ共有してくれたらなっていうようなね、気持ちになったことないでしょうかね。今回はね、Apple Watch おすすめ文字盤101選をね、お送りします。この動画を見ていただくと、普通はね、おすすめ文字盤とか言ってもね、こんなんですよというところでね、終わると思うんですけれども、まあ、見た後ね、設定は自分でやらないとね、いけないわけなんですよね。そうなるとそれがね、結構めんどくさいですよね。僕もね、いつもね、めんどくさいなと思ってたんですよね。だからなかなかね、設定って言ってもね、もうデフォルトのままやっちゃうっていうね、ところがね、結構あったりするんですけれども、今回はね、設定されたね、文字盤をね、皆さんにね、共有しますので、まあ、簡単に今ね、楽ちんにね、あなたの Apple Watch ね、導入できるので、ぜひね、最後までね、ご覧いただいて、気に入ったものがね、あったらね、どんどん設定していただけたらなというふうにね、思います。それでは今回の、ね、タイムラインです。まずね、設定方法についてお伝えして、で、101点に一気に公開しますので、そしてね、最後にね、そこまで、ね、見ていただいた方ね、お得情報をね、お伝えしますので、まあ、ぜひね、気になる方は最後までね、見ていただければなというふうにね、思います。それでは行きましょう。で、まずね、設定方法なんですけれども、画面にこういう感じで盤面とここに QR コードが出ます。出力されます。で、この盤面が気に入ったという形になりましたら、例えばこの画面でね、この右側のね、 QR を写真でね、読み込みます。すると出てきますんで、こう押してもらって、ここを押します。するとつながりますんで、ここで許可しますかを許可してください。するとこう入りますかと入れますかとなるので、続けるを押します。すると入りますんで、ここでこれを入手しますかっていうふうに出てきます。で、このアプリをね、ダウンロードする場合はね、もうしてください。で、今ここでしたくないというふうに思ったら、このアプリなしでね、続けるっていう形で続けてください。で、これが気になるんであれば、後でチェックするという場合は、まあ、もしよかったらこうやって写真で撮っておいて、後で確認するというやり方がいいと思います。で、アプリなしで続けると。で、もう一つね、何かあって、あ、ば、これね、登録されてるね、やっぱり出ます。で、ここで入手するのか、なしで続けるのかでやっていただければ。で、なしで続けるんだったら、なしで続ける。これを使うんだったら、使うで入手すると。で、なしで続けるでもできます。で、ここでスキップしたアプリを追加する場合も追加してもいいですし、このまま終わりたい場合はここで完了を押していただければ、追加されずに登録されるという形になりますので、押していただければ、下にね、ワークアウトと、もともと入っているアプリは表示されますけど、入ってないアプリは表示されないという形になりますので、こういう形にね。だからもしね、そのまんまそれを使いたいという形であれば、そのままね、導入していただいても構わないので、そしたらこういう形ね、普通に入ってますんで、いう形になりますんで、それでね、やっていただければというふうにね、思います。もうこれだけです。で、一つね、注意事項とあるのは、で、ナイキの場合はこういうね、ナイキだけのね、盤面もありますんで、こういう。で、この場合には、ナイキ仕様の携帯しか入りませんので、もしエラーが出たら、それはナイキ仕様じゃないと。エルメスもそうですけど、そういうね、盤面はもうそういう仕様ですので、これは違法なね、形で登録させるようなものではないので、正規の形で行われるんで、ナイキのやつはナイキにしか入りませんという形になります。それではね、101点一気にいきます。まず1番目から10番目まで、これもね、結構気に入ってて、かっこいい色使いだなというふうにね、思ってるんですけれども、次はね、やっぱりこの色使い、そしてね、コンプリケーションもね、独自にね、やっていただければというふうに思います。そしてこれもね、ちょっとね、気になるような感じでいいんじゃないかなというふうにね、私は思ったんですけど、どうでしょう。で、これはね、ナイキのイメージというようなね、感じになりますね。で、これもね、結構コンプリケーションいろいろ入ってると思うので、まあ、ぜひね、使ってみていただけれたら、これもね、アップル好きの、ね、方にはね、まあ、いいんじゃないかなというふうには思います。そしてね、これもね、まあ、スターウォーズね、お好きな方には、まあ、結構面白いかな。
まあ、これもね結構ねご案内したねアプリもありますけど、違うのもね入ってると思うんで、ぜひねやってみたらと、まあ、これはねアップルねお好きな方にはいいかなというふうにね思いますね。そしてこれもね結構いいねデザインになってるんじゃないかなというふうにね思うんですね。そして、ね、次11から20になります。まあ、これもねどんどんね使っていただけるようなアプリが入ってると思われますね。これもね、まあ、簡単なあれなんですけど、これもナイキシリーズなんで、ナイキの方だけなんですが、使ってみたらどうでしょう。これもね色使いをね変えたやつで、まあ、もしねよかったら使ってみられたらどうでしょうか。これもシンプルですけど、まあ、これもねありっていうね感じがしますよね。これもちょっと可愛らしい感じでねどうかなというふうにねでおすすめしております。これもねあるねイメージですよね。これも結構ね可愛らしいかなと。これもねアプリがね導入されているので、まあ、使ってみるのも面白いんじゃないでしょうか。これもねシンプルですけど結構いいかなというふうにね思いますね。まあ、これもね結構あるような形なんですけど、まあ、どうでしょうか。まあ、これもねさっきのやつに似てますけれども、ちょっとね、違う感じですね。次ね21から30なんかね面白いアプリが入ってるんじゃないかなと思いますね。これもねちょっとアプリ、どんなのが入ってるんでしょうか。まあ、気になる方はねやってみられたらと思います。これも結構ね面白い、アレンジ、昔のね、アップルという感じですよね。これも結構シンプルで、僕も結構これ好きなんですけど、まあ、シンプルでいいんかなと。これはね、まあ、ちょっとね好き好きあるかもしれないですけど、まあ面白いかなということですね。これ結構ね僕好きなんですけど、まあ好きな方はねあるあれに似てるなというふうな感じですよね。でこれもねまあ結構ね、いろんなねものが入ってるんで、やってみられてもいいかなと。これもそうですね、ちょっと違うものが入っているような気はします。これもねご紹介したねアプリとか入っている感じなんですけど、まあよかったらどうぞ。これも面白いですよね。こういうアレンジもありかなというふうなね気はしますね。それでは31から40番目ですね。これもシンプルなんですけどね、まあありかなというふうにはね思いますよね。これもちょっと違った感じのナイキバージョンですね。これも使われたらどうかなと。これも結構ねシンプルですけど、イメージ的にねアップル好きの方にはどうかなと。これもねちょっと違うね多分アプリが入ってるんで、まあもしよかったらやってみたらどうでしょうか。これもシンプルでね結構好きな感じですね。これもねちょっとあるね方のあれイメージですけど、面白いかなと思ってちょっと入れてみました。これもねアプリねいろいろ入ってると思うので、気になる方はねやってみられたらと思います。これもそうですね、まだちょっとねシックなイメージでどうでしょう。これもねちょっとね面白いかなと思って入れてみました。サッカー好きの方にはねどうでしょうか。これもちょっとねアレンジして面白いデザインかなと。あともちろんねコンプリケーションもどうでしょうか。そして41から50番目、あと残りね半分までもうちょいと来ましたね。これも結構いいですよね。結構いいかなと思って入れました。これもねデザイン的にどうでしょうかね。これもねまあ一人キャンプみたいなイメージでね、まあ、乗せているのも面白いかなと。そういうの好きな方ね、これもちょっとデザイン的にね、まあ、どうかなと、まあ、好き好きあるかもしれないですけどね。これはね、まあ、食べ物という形でね、まあ、ちょっと乗せてみました。これねアップル好きの方ね、シンプルで結構かっこいい洗練されたねデザインかなというふうに思いますね。もうねエルメスの感じでね入ってますんで、まあ、もしよかったらということですね。これもそうですね、もう同じ形になります。
これもちょっとねシンプルですけどかっこいいね。これ BM のイメージなんですね。これね、で BM そのものをね、映し出しているものですね。これはね。そしてさ、51番目から60番目となりますね。折り返しです。これもねシンプルですけどねかっこいいイメージですね。これもちょっと色違いで、違うイメージというのをね、出してみました。これねナイキバージョンなんですけど、まあこういうね、まあ、ありかなという形ですね。これはあるねあれをモチーフにしたやつですけど結構かっこいいですよね。ちょっと入れてみました。でこれもねデザイン色使いねこういう感じにもなるよということでやってみましたね。これはねアップルカーのイメージですね。まあどうなりますかね。アップルカーもね期待してますけれども、でこれもねちょっと色使いをね変えたらこうなるよというようなイメージで入れてみましたね。これもねちょっと気になるアプリがあるかなという形でねやってみられたらどうでしょう。これもねちょっとね色使い、ね、こんなんもありかなということですね。これ結構ね気に入ってる感じですね。かっこいいかなということですね。61から70番目ですね。このちょっとね色使いアプリねちょっと試してみられたらどうでしょうか。これもちょっとね色使いちょっと違うのでちょっとね変わって見えますよね。これもだいぶね、違う感じで、まあ面白いのかなという形で出してみました。このね、昔のね、アップルのイメージで、まあ面白いかなという形で出してみましたね。この色使いのね、使い分けですね。面白いかなということで出してみましたね。これはまあなんかね、スポーツするときとか、自転車とかいうときにいいかなという形でちょっと入れてみました。これはまあアプリも含めてね、まあ面白いかなという形でちょっと入れてみましたね。これもまあね、アプリの使い方とね、色のね、デザインの仕方ですね。こういうのもね、ありなんじゃないかなという形でね、出させていただいてますね。これも先ほどね、あったような感じの色違いという形でね、まあこういうのもありという感じですね。71から80ね、もうあとちょっとですね。これねシーズンが違いますけどちょっと可愛かったんでね入れてみました。これもちょっとねアプリ、面白いかなという形でね、ちょっと入れてみましたね。色使いいいですよね。まあ、これもね面白い感じで、これもねナイキバージョンなんでナイキの方だけにはなると思いますね。これもね結構シンプルなんですけどかっこいい感じなんで入れてみましたね。これも色違いでね、ちょっとかっこいいかなという形でね入れてみました。これもねデザイン、まあ、ありという形でね入れております。これもまあシンプルで、どうですかという形で入れておりますね。まあ、こういうのもねありかなという形でね入れてみました。まあ、こんなもねありですよね。まあ、本当使い方なんだなんじゃないですかね。まあ、これのね色違いということですね。81から90もうあとちょっとですね。まあ、これもね結構いいかなというふうに思ってますね。まあ、これもねアプリ、ちょっと気になるかなという形だとは思いますね。このナイキのね感じでちょっとおしゃれな感じですね。好きな方どうぞ。これもちょっとね派手な感じで面白いんじゃないかなと。まあ、服装とかね合わせてやってみればどうでしょうか。これもねあるモチーフにしてますよね。まあ、お好きな方はねやられたらどうかなというふうに思います。これもちょっとね色違い、デザイン違い、こういうのもありかなという形で入れてみました。これもですね、すっきりしてて、まあこれもありかなという形ですね。これもちょっとね、違う感じで面白いんじゃないかなという形でね、入れてみました。まあ、デザイン系ね、ちょっとさ、続いてますけど、そういうイメージですね。
まあ、これもそうですね、自然系で、まあ、ちょっとありかなという感じですね。可愛らしい感じで、で91、100までですね。残り11、これはねモチーフですね。好きな方ねどうぞ。これも結構ねクオリティ高い感じの面白いじゃないかなというふうに思いますね。こういうの設定するの結構大変ですけどね、まあありですよね。もう楽に設定なしで読み込んでもらえれば使えますんでね、まあ、こういうのもね含めてどんどんね使っていただければなというふうにはね思います。これもね、まあ、シンプルでね面白いかなという形でね、ちょっと逆に入れてみるという感じですね。このねこういうイメージの色使いというのもねどうかなということですね。まあ、こういうデザインもね、まあ、ちょっとシンプルでねいいかなという形です。まあ本当ね王道の感じでどうでしょうかと。もちろん、ね、コンプリケーション気にしてください。これもね結構デザイン的にはいいかなという形で入れさせてもらいました。これもそうですね、結構シンプルでかっこいいという感じですかね。でラスト1個はこれにさせていただきました。僕のね好きな映画のモチーフだったんで、まあこれはねこれでいいかなという形で出させていただきました。それで最後ねお得情報なんですけれども、まあこのね内容はね日本ではね、まあ僕が検索した感じではね誰もね発信していないと思うんですね。まだされてないと思うんですが、この元ネタをねここまで見ていただいた方だけにね、皆様だけにね公開したいと思うんですね。でまあここだけの話ね、実はねある大手のね同業のチャンネルのね嫌がらせがね結構あるんですけれども、まあもしねこれと同じサイトのね動画が、まあ、出たらね、ああこの人はねそういう卑怯でねダサいな人だったんだなというふうにね、まあ思っていただければねいいかなというふうに思います。まあ、だからねどうしろこうしろというのはねまあ思わないんですけれども、まあトータルテンボスさんのようにね小さいところがね大きいところにねやられるっていうね現実があるというところはねどうなんかなというふうにはね思ってます。もちろんね資本主義なんでねしょうがないんですけれども、まあ、小さいところがね大きいところをねパクって真似ていろいろねやるっていうのはね、まあそれはねいいと思うんですよ。まだ小さいわけなんでそれはねありかと思うんですけど、大きいところがね小さいところにねパクったり、嫌がらせしたりっていうのはねちょっとねどうなんかなと思うんですよね。まあ正々堂々とねやっていただけたらねいいかなと。まあパクるんだったらパクるでちゃんとね載せて、こういうとこね見たんでね出すことにしましたとかいう形でね言ってもらえたらねまあいいかなと思います。まあそれだけです。でねアプリもね実はね課金あるんですよ。アプリもあります。だけど課金もあってね、アプリをね落とす、まあそれをね使うかどうかはね、まあ、ご自身でやっていただければいいんですけれども、別にねアプリをね落とす必要はなくて、もちろんね、無料でね、使えるのでウェブサイトにねアクセスするという形だけでできますんで、これ以上にねもっともっとねありますんで、ご自身でね、ぜひね気に入ったものがあれば活用していただければなというふうにね思いますんで、それではね、お伝えしたいと思います。それではね、サイトのねお伝えします。名前がねこれです。 watchfacely っていうものです。 watchfacely.com です。でそこにアクセスしてもらって、例えば iPad であればこういう感じでねこうやって見れます。で例えばこのやつが気になったら押していただいて、そしたらこうやって、出ます。で出たところでここでスキャンっていうのを押していただくと、ここにね QR コードが出ますんで、でこれをね、まあ、こうやって読むという形はできます。でもちろんね iPhone の方でアクセスしていただくと、ブラウザでね wacely.com ね、そしたらアプリをねインストールっていうふうに出てきますけど、これインストールせずにね使えます。でここでねウォッチインフォっていうのがあって、ここにねダウンロードマークみたいなのもあるので、ここを押していただくと普通にさっきのみたいな形でダウンロードできますので、これでもうすぐ iPhone であればそのまま直接ねダウンロードできるという形になりますので、もしね
iPhone でただこうやって一個ずつこうやって見ないといけない。大きく見るんであれば、iPad だったらこうやって大きく見れるんで見れますけれども、 iPhone だったらこうやって見ていく形になるよということですね。で、見方としてもタグでね、選んで見ることもできますし、こういうものの種類だけ見るとかね、こういう字とか、まあ、フォト関係とかいろいろこうやってタグで見ることもできるし、アプリでね指定して見ることもできます。で、アプリが例えばアクティビティを使っているものがいいっていうことであれば、アクティビティをしてもらえればアクティビティを使ったものが見れるという形になるんですね。だから結構ね、いろんな自分のね考えで、こうやって選んでもらうことができるんで、これはレイティストという形で、まあ、一番ね新しいものから順にこう見るという形もできますんで、まあ、自分のね好みで選んでいただければ、まあ、ここでね見ていただければいろんなことがねたくさん情報をね収集できると思うので、もしよかったらねこれ使っていただいて、みんなでね面白いね盤面どんどんね使っていって、私これ使いましたみたいなのがあったらね、ぜひコメントにしていただいて、みんなでね楽しくねやっていけたらというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いします。また私の方でもねこれをね紹介できるものアプリにね関してもこれこんなんでしたよっていうのをねやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひねまた見ていただければというふうに思います。で、最後にねもう一つ、まあこれはお得かどうかわかんないんですけど、まあ、今ね大変なね時代になってしまいましたよね。まあ、今ねいろんな紛争も起きていたり、ね、もちろんハッキングもあったり、ね、会社がどうなったりといろいろあると思います。そしてね同世代の方はね、まあ、定年とか役職定年がね、まあ、迫っていたり、あるいはね早期退職、ね、フジテレビのような大きなところでさえもあったりしている感じなんですよね今ね。で、若い方でもね、まあ、会社が倒産したりね、あるいは給与がね増えないといろいろね起きていると思います。厳しい世の中になってます。でね、先が見えにくい状況にある方もねいらっしゃると思うんですよ。もちろんねもう元々ねお金持ちでそんな関係ないよという人もいると思うんですが、まあそういう方はね対象になってませんので別に構わないんですけど、そうじゃない方にとってはねぜひねそういう方のねためにね近日中にねセカンドチャンネルをねちょっと立ち上げようかなというふうに思ってまして、内容はね、まあ、自分の経験をね生かしてね、まあ、これまでね、まあ、よくね本とかねあるいは動画とかであるようなね一般的な話でね、まあ、ほとんどね役に立たない、実践には役に立たないっていうね話ではなくて、こういう人と付き合わないでおきましょうとかね、そういうのはねほとんど役に立ちませんので、まあ、現実にね起きた話、自分自身がね体験した話をもとにね副業と企業お話しできることはねたくさんありますんで、まあ、そういうのをね本気でねやりたいと思っている方、本気です、本気で副業とか企業とか、やりたいと思っている方はね、まあ、見ていただければなというふうに思います。始めましたらまたね、ご紹介しますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて見ていただければなというふうに思います。はい、今回はね、以上となります。まあ、ちょっとね、面白いね、サイトで皆さんにね、お知らせしたいなというふうに思いましてね、今回ね、作らせていただきましたので、ぜひね、活用していただければなというふうに思います。私の方でもね、何個かね、掘り下げてご紹介する機会もね、作ろうと思ってますので、ぜひね、それもね、まあ、見ていただければなというふうに思います。それではね、面白かった、良かったね、ためになったとありましたら、グッドボタン、ぜひしていただいて、チャンネル登録していただけたりしていただければというふうに思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。See you!